みんな一緒に住んでんのよ。そうなんですか。みんな一緒に住んでんのよ。あ、そうなんですか。この人はみんな住んでんのよ。今は何人住んでんの。今は6、何人、7人、なんか6人から7人、その時によって違うんですよ、ね、一番多かったのが9人。よく変わる、よく変わるね、はい、住んでる。家賃は誰が払ってんの。みんなで、あ、まあ、みんなで割ってる、ね、公共料金とかみんなで割ったり。今あるそのシェアハウスみたいなもん。そうですね。そうです。何年ぐらい住んでる。もう今3年ぐらい。はい、サオちゃん大丈夫、そんなとこキャーとかなれへんの。本当にないですね。だってお風呂は鍵を閉めればいいだけなんで。あ、でもあのお風呂場をこうバッて開けた時に中陣がこういう状態だった、タオルをバシってこうやって出る時はありますね、うん、なんかよくのけかれる。それはいいやん、男が見られるのは全然いいと思うよ、はい、別に。いや全然いいことはないけども。喧嘩とかしないんですか。喧嘩はいやする。ここめっちゃめちゃするらしいよ。もう殴り合いにするねんてな。あ、すぐ始まりますよ、うん。一回なんか沙織ちゃんにこう顔面パンチされて、沙織ちゃんに僕が、じゃあマネージャーが顔をやめてって言ってたの。ボディならいいんだろうかと思いました。で、佐藤が言ってたけど、佐藤、佐藤って一緒に住んで、ああ、あいつが考えた。すごい。ああ、おお、すげえ。すごい。で、ここ行ったんや。おお、すごい。この人らが一から印刷工場の地下を借りて自分らで作ったライブハウスなの。はい、ね、これ、はい、作りました。これも、うん、自分たちで。そやけどここに住んでたやろ、もうほとんど。そうですね、ほとんど住んでました、ね、みんなこのみんな雑魚寝してたやろ全部、はい、そうですね。佐藤が言ったらずっと壁紙剥がして、はい、それで指で全部その壁紙を取んねんって、のりを。そうです。なんかそれが結局一番早かったんです。霧吹きでシュッシュッってやってゴシゴシっ て指でやるのが。だから永遠にやり続け、永遠にやり続けたら指紋なくなんねんって。だから、そうです、そうです。黙々とこんなしてやれ、歌もそんなにちゃんとできてへんのに。どういうことなんそれは。なんだろう、今考えたら本当無謀だなと思うこともすごいあるんですけど、うん、なんか自信はありましたね。あった、はい、シャウトの後で、シャウトの後で、はい、シャウトの時からも思ってました、言ったら。ああ、そう、はい、え、サヤちゃんは思ってなかったです。シャウトの時は、まあ、シャウトの状態ではもう絶対無理だと思うっていうのは言ってましたね。パンクしてそれがやめて今の状態になったんやけど、歌は声はこんなんやったら、佐藤はね、昔下手やった言うてたよ。ひどい、ひどい、ひどいこと言った、ひどいこと言って出会ってんやった。いや、昔はそんなに上手くなかったと。ひどい、そんなこと言ってる。そんなこと言うとった。え、で、一番もう陽太立ち悪いのは沙織や言うてたわ、佐藤さん。本当ですか。やっぱり、そうそう、ほら、俺じゃないよ。陽太はなんか砂利の上を泳ぐような格好してやらなって、ね、わけわからなくて、もうほんまに。で、ラブはものすごいムードメーカーやねん。だからそれはほんまにいいと。そう、ギスギスする部分がないと。そうですね、そうやろ。ただあまりにもそれが何もしなさすぎるからみんな言うたやろ、ちゃんとしろと。なんかそう、一回ダンスがとなんか好きでたまに踊ってるんですけど、じゃあダンススクールに通ったらいいじゃないって言って、でなんか今お金ないからって言って僕1万円貸してダンススクール行ったんですよ。でダンススクール行ってんのになんか最近全然行ってないなと思って、お金貸したのに全然ダンススクール行ってないじゃんみたいな感じですごい怒ったら何も喋んなくて、その2分後ぐらいになんか漫画見てゲラゲラ笑ってて。そういう人はどういうことなのラブさんなあ。こんなものすごい、まあ、感じで入って楽しいやろ毎日。そうですね、楽しいやろ、はい、楽しい。それで楽しなかったらおかしいで、ね、楽しいやろ。相当楽しいですね。ほんならなんかせえやお前。ライブも楽しいやろ。そうです、まあ緊張はしますけどね。ああ、それぐらいしてもらわないな緊張は。